どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドで遊んでいきたいと思います。今日はこの祠、キヨウーの祠をクリアしてみたいと思います。祠の場所なんですけれども、全体マップから見るとここら辺ですね、コログの森の中心付近にあります。ではクリアしていきます。命運は星の数、キヨウーの祠。この祠なんですけれども、ここにあの石板があるんですよ。で、星を眺めよ、その数が運命を開く道しるべとなろうというふうになっております。で、なんかこう星が書かれてるじゃないですか、いろんなところに。この数を数えて、なんていうんですかね、ここに穴があるじゃないですか。穴いっぱい、穴が穴に、ここにあるボールを入れてやれば、まあ、クリアできるんですよ。この、扉が開きまして、クリアできるんですけれども、もうちょっといろいろ考えるとね、大変なんですよね。なんでも、ちょっと、私は、画面、左下のところに、穴の位置を、まあ、丸型で示しました。円形で示しましたので、赤丸の位置に、ボールを置いてください。そしたら、クリアできますんで、扉開きますんで、それをやってみたいと思います。まず入り口から見て一番こう左側の列ですね、それは一番、まあ、扉から見て、5行目に置いてください。はい。で、入り口から、見て、左から2列目はここですね。ここに置いてください。で、入り口から見て左から3列目はここに置いてください。で、入り口から見て左から4列目、つまり一番右の列ではここに置いてください。そうすると、扉が開きます。はい。で、このまま扉の中に入るとあそこにゴールがあるんですけれども、こっちに行くと、まあ、宝箱があるんですよ。この扉を開くことができたら。で、開き方なんですけれども、この、まあ、星座の数を数えていろいろと考えたのをまたボールを置き直せば、扉が開くんですけれども、まあ、なんていうんですかね、もう画面左下の方に答え乗っけておきます。ちょっと待ってください。まず一番最初のところに戻りますんで、はい。ちょっと待ってください。視点をまっすぐにして、はい。じゃあ、画面左下のところに、赤印で、置く、赤丸で置く、穴の位置、ボールを置く穴の位置を示しますんで、まあ、その通りに置いていただければと思います。はい。じゃあ、入り口から見て一番、左側の、列のボールはここ。この穴に置いてください。で、左から2番目は、ここ。はいはいはい。で、一番、ごめんなさい。左から3番目は、ここ。で、一番右の列はここ。で、開きました。というわけで、レッツゴー。中身は武器になってますね。ちょっと一個捨てますね。はい。中身は騎士の両手剣となっております。で、宝箱マークがつきましたのでコンプリート。はい。というわけで、あとはクリアしていきます。これ本当は考えた方がいいんですけどね、このコースって、このコースってかこの祠ってどうやって弾を置こうかなとか、まあ、ちょっと、割愛します。今回は
はい、克服の証を手に入れました。はい、というわけで、祠もクリアいたしましたし、宝箱もコンプリートしたので、今日はこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また次回。Please subscribe. できましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。私は、任天堂クリエイターズプログラムのライセンスによって、この動画で任天堂コンテンツを使用しています。この動画は任天堂による援助や支援がなされているものではありませんが、この動画から得られる広告収益は任天堂と分け合われます。